開幕加速、もう始まってる。ここ39階ではレムルースが肉仮面エンティティがエクトプラズムと有用なものを落とします。そういうやつに限って稼ぎにくい配置になっている東京都のアプリ。魔法の箱はムーンストーン。満月じゃないし、すでに持ってますわね。40階は、いい肉のフロアです。白いのと黒いのがいる。つまりこいつらはプリキュアですわ。タフがオークチーフに手こずってる間に横から攻撃される嫌な配置ですが、以前の小部屋は大体こんな感じです。投げましょう。あ、そうそう、今回、右枠にメガトンカウンターを設置いたしましたが、果たしていくつまでカウントされるかしら。ゼロ距離でこの数なら武者車の出番だ。3匹に2ヒット、合計6ヒットなので状況は限られますが、ダメージ合計はウィン版の武者車を上回ります。メキをぶち込む。いいダメージ出てますわね。メキはメキ時計最下位の魔法。なお今回のメキ時計は剣相性です。ランダやギリネからにぶっ放すのは控えましょう。41階は連続する小部屋地帯です。ダークゾーンでの一方通行の把握は困難を極めるので、最短ルートで駆け抜けましょう。
出ましたわ。都庁最大のクズ固定敵、下道ソング。剣が通りすらく、ガンと電撃無効なので NP を使わされます。ボーンゴーレムは、ちょっと強いスペルか。おい、ここで NP 使うな。そして42階は第2稼ぎポイントです。ゆっくり先駆者兄貴も触れていた耐性激強悪魔、水曜メレイドです。アメコミっぽい全身タイツのお姉さん、ユカリン何か欲しいわ。友好的な交渉はとにかくギャグで笑わせるのが基本になります。アクアマリンはネレイドのドロップ枠、宝石枠はまた別に存在しますわ。では交渉によるコンプ技能レベル上げはいつものダイジェストで。ここでの事故要素はネレイドのジオンが方向によっては一撃死ぞ。間違えた。胸払いたくない。仲間にして同族会話でも技能経験値はもらえるそうですが、物をもらえなくなるのであえてスルー。すぐに簡単に仲間にできるところがあります。ターコイズベスト、今回は出ませんでしたがアメジストをくれることもあります。飽きたのでそろそろ先に進みましょう。ついでに用幕試験も挑んでみますが、ラクタジャトリカームが使える有能です。ネレイドより笑いの敷居が高いからコテコテギャグ通じなさそう。ファムテルの MP が残り少ないんだから、ボンボでくらい叩き壊せ。真ん中やや上の大部屋、絶対に悪魔がひしめいてる。コウテンシストラスは合体材料として有能です。絶対に仲良くしておきましょう。左側に隠しストラスが、側面からのマリンカリンが刺さった。一旦逃げて仕切り直し、野郎をぶっ殺している。うわー、ゼロ距離の無用はまずいですわ。残り NP 全部使ってメギで吹き飛ばせ。
ここは落ち着いて回復待ち。カムテルはもう、火事の混合は不要です。スパクロでミンチにしてくれるわ。神通を彷彿とさせる激しい魔石をめたり。ポンプ機能なしで偉そうな奴を笑わせるのは困難を極めますわ。落とし穴の先に宝箱。42階の四隅に同じような箇所があります。つまりあと3メガトンは確定です。でも、敵全滅させてからでいいのでは？あ、間違ってストラクやった。ここまで来れば、あとはメガトンを宝回収タイムです。画面左上を見てる視聴者兄貴兄貴、特にキプレイの方々は思うでしょう。もう、マッカもマグも十分にやるのでは？通常、起点ではマッカに困るという事態はあまりありません。序盤は、そもそも買い物できる場所が雑貨屋くらいしかなく、自由行動解禁後は簡単に稼ぐ手段があるからです。しかし、今回は偽プレイで、大きな買い物をする予定なので、何を買うつもりなのか、ぜひ予想してみてください。
まだロックをゴリ押しで倒すほど消耗してませんわよ。44階は第3稼ぎポイント。ここでハムテルを1レベル上げます。ヘルハウンド君が工事早。バイファン2みたいですわね。突然ですが、ここで訂正があります。パート8で、バトルハンマーを自殺相性と言いましたが、剣相性です。バトルアクシと間違えてましたわね。ラテンシアンドラス。バーチャルトレーナーの人工悪魔とは違う本物のアンドラスです。装備している炎の剣の一撃はよくエニア仲間を焼き殺しますが、こいつを狩るのが第3稼ぎポイントです。小部屋での注意点は、ヘルハウンドを1匹生かしておくことです。そうすれば、階段を往復でアンドラスが復活いたしますわ。来ましたわ、炎の剣。強力な火炎武器ですが、悪魔専用。こいつ、なんで部屋に戻りましたの？階段を上り下りで、蘇れアンドラス。こいつヘルハウンドを絶滅させましたわね。ハムテル絶対レベル上がるよ。お前の奥義がバイル戦で必要だからな。回復は MP の価値が低い鉄矢の沖縄法でいいや。
それにしても呼吸法であるオキナカ法でどうやって他人を回復するのかしら。まさかこの暗闇の中、濃厚なディープキスを。助走を歯向けると公式カップの哲也に達也の熱いキスなど無効。あ、そうそう、ハーメルンに義天やオイエスエスがあるという大情報がツイッターに流れてました。哲也か哲也かアヤーデかリバはありなのか、誰か見てきてください。ついに来ましたわ、デビルバスターの奥義、その名もディザーム。次回、ついに魔王バイルとの決戦。やっぱり2パートじゃ終わらなかったよ。今回の本編はここまでとなります。引き続き悪魔紹介をお楽しみください。義天、女神転生、デビルアナライズ。今回の収録悪魔はこのようになっています。四季ボディコニアン、もうボディコンって若者には通じませんわよ。バンシングヒールは物理に対しては最終防具になり得る性能を誇り、この防御力に手間取ってる間にセクシーダンスで壊滅が頻発します。本編のように巻き系やジオ系で容赦なく滅ぼすのがいいでしょう。魔獣ケットシー、痛い手の小学生にゲムナー性癖を植え付けた戦犯です。義天最大のヒット数を誇る物理特技、猫キックの使い手の一人として採用していたキプレイ兄貴姉貴たちもいるのではないでしょうか。習得スキル系統や月齢パターンも悪くなく、使い勝手はいいんじゃないかしら。堕天使ガンタリオン2、間違いなく義天で一番有名なボスでしょう。アヤト君に70与えた打撃にヒットは月齢で弱体化してなければ3桁いきそう。装備に注目すると良い武器に加えて防御相性が火炎の方へまで装備して、アヤト君のアビ系魔法の威力をも減少させている徹底したクズです。本編で物議を醸した渋滞性持ち疑惑は検証方法を思いつきはしましたが、実際にできるかはやってみないとわかりません。40ヘルハンド、前回は固定敵、今回は村で出てきましたわね。月齢パターンは癖が強いものの、習得スキルはアビ系、結界系、総力系と素晴らしいものが揃っているので、仲間として輝くタイプと言えますわ。ただし獣の差がで知力と器用さは悲惨なので補強が必要です。下道クラックスライム、乳首殴りスライムじゃありません。物理攻撃への耐性はなかなかのものですが、 HP が低すぎるので瞬殺可能。足元に潜んでの移動封じくらいしか取り柄がありませんわね。マシン T92α、今回は警視庁管轄ではないようです。強制ゾロ距離の固定的なのに展開性持ちのふざけたメカですが、本編で披露したようにビリレンを使えば簡単に壊れますわ。いかがでしたか。今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。